1882年、アメリカで出版された期待の予言書、オアスペ。宇宙の真理から地球の歴史、人類の未来までが膨大な文章で記された世紀の啓示書です。そこには、人類7万8000年史の真相や、私たちが学んできた歴史とは全く異なる、思いもよらぬ日本人のルーツと、日本人の使命が書き記されていました。そして今、人類は見えない世界を理解すべき時代に突入しているのです。文明開化の音が聞こえ始めた明治時代初頭、日本の文化、歴史について知るのが困難だった時代のアメリカで、日本人のルーツが書き記された書籍、オアスペを出版したのは、ジョン・ニューブローという歯科医でした。なぜ遠く離れた国に住む歯科医が、日本人すら知らないような歴史を本にすることができたのでしょうか。1828年6月5日、アメリカ・オハイオ州に生まれたジョン・ニューブローは、幼い頃から不思議な力を持つ子供でした。精霊からのメッセージを受け取ることができたり、普通の人なら見えるはずのないものを透視することができたりと、スピリチュアルな能力に秀でていたといいます。しかし、厳格だった彼の父親は息子の常識離れした言動を問題し、そしてスピリチュアルにまつわる一切を禁止してしまいます。やがて頭の良かったジョンは地元のクリーブランド医科大学へ進学、スピリチュアルを封印して普通の人生を歩んでいたジョンですが、大学を卒業して歯科医院を開業した後に人生が一変します。超常現象を否定していた父親が亡き妻からのメッセージを受け取るという不思議な体験をしたことで、幼い頃に禁じたジョンの能力に理解を示したのです。父の許しを得たジョンは不思議な能力を解禁して、水を得た魚のごとくスピリチュアルの研究に没頭していきます。カリフォルニアのゴールドラッシュで財を築いたこともあり、霊的な力は衰えていなかったようです。そして彼は研究の末、霊的な世界が存在することを確信するに至ります。未知なる世界とつながるため、ジョンは1860年頃から自動初期を試みました。自動初期とは、自分の意識や意志とは関係なく体が勝手に動き、文字や絵などを書く現象のこと。ジョンはスピリチュアルな存在からのメッセージを自動初期で文章化しようとしますが、思うように成功しません。そこで日々の食生活を改めて菜食主義者となり、1日に2度も入浴して体を清めるなど、試行錯誤しながらストイックな生活を何年も続けます。1880年のある朝、ついに奇跡が起こりました。突然天からの光がジョンの手に当たり、自然に動き出したのです。本人の意思とは関係なく、彼の手は15分間タイプライターの文字盤を叩き続けました。念願の自動初期が成功した瞬間です。ジョンの自動初期はこの日から毎日50週間にわたって継続、そして天使から授かった膨大な量の原稿をまとめ、1882年に書籍として出版しました。これが後に世紀の啓示書として注目されることとなるオアスペだったのです。オアスペには旧約聖書の 1.5 倍にも及ぶ約200万文字の膨大な文章が記されており、この宇宙を作り出した創造主ジェホビの教えや地球創生の歴史、約8万年にわたる人類の歴史が書かれています。オは空、アは地、スペは霊を意味しています。オアスペの地球創生史によれば、宇宙はエーテリア界、アトモスフェリア界、コーポリアル界からなり、創造主ジェホビによって作られました。最初に人類が創造されたのは今から約7万9000年前、この地球上にアスと呼ばれる人類が誕生しました。しかし、アスは霊的なことを理解することができません。そこで創造主ジェホビは他の惑星から宇宙の霊を招き、新たに肉体を与え、アスと交配させます。その結果、霊的能力に優れた第二の人類、イヒンが誕生しました。その後、ドルーク、ヤク、イファン、オングウィーと新たな人類が次々と誕生、人類は順調に進化していきました。太平洋上にはパン大陸という地があり、そこでは人類が高度な文明を築いていたのですが、人類は他者よりも自分のために生きるようになり、次第に堕落。創造主ジェホビは落胆します。繁栄と衰退を繰り返し、絶え間なく争い、もはや救済できないほどだったのです。そこでジェホビは腐敗したパン大陸を消し去ることに決め、約2万5000年前に大洪水を発生させました。パン大陸の大部分は水没してしまい、かろうじて北部だけが残されたのですが、なんとこれは現在の日本列島だと記されているのです。そして大洪水を逃れてパン大陸北部に逃れてきたのが、神に選ばれし霊的能力に優れた人類、異品たちで、彼らが日本人の祖先なのだというのです。確かに古代日本を見ると、縄文時代は1万年以上もの間、大規模な戦争もなく、比較的穏やかに文明を維持していました。そして洪水を生き残った異品に対して、創造主ジェホビは次のように宣言しました。あなた方は天国の御業を解き放つ鍵となるであろう。あなた方は全ての人類の中で
最も古い人たちであると評価されるからだ。あなた方が住むパン大陸の北の山内はザ・パンと呼ばれるであろう。天国の御業とは、創造主ジェホビが地球の霊的進化のために計画した壮大なプロジェクトのことで、西暦1850年から4850年までの3000年間に実行されるというのです。ザパンに逃れた異品たちは縄文文化を築き、日本から他の大陸へ文明を広めたとされています。しかし、日本人がかつてパン大陸に暮らしていた神から選ばれし異品の末裔だと言われても疑問に思う人も多いはず。 DNA 解析によって私たち日本人の起源を遡ると約1万5000年から3000年前にかけて、北海道から沖縄まで広く居住していた縄文人と大陸から渡来した弥生人の根結だということがある程度分かっていますが、日本人のルーツに関しては謎が多すぎるのです。ただ、この日本人イコール異品の末裔説との関連が指摘されているのが、日本人特有の遺伝子、YAP 遺伝子の存在です。YAP 遺伝子とは、正確にはオスの個体にしかない Y 染色体の変異を持つグループで、D1A2A という方のこと。日本人男性の 30-40% は、この D1A2A 染色体を持っているのですが、世界的には非常に珍しいものなのです。周辺国の韓国では 4%、中国で 2% と、YAP 遺伝子はなぜか日本人だけが突出して持っています。最新の研究によれば、YAP 遺伝子が縄文人由来なのは間違いないので、このように考えられないでしょうか。日本の縄文人とは、すなわち洪水を逃れて、ザパンにたどり着いた遺品の生き残り。YAP 遺伝子こそ、日本人が遺品の末裔である証明なのではないでしょうか。こんな研究結果もあります。2017年、国立遺伝学研究所の斉藤誠也教授らのグループは、福島県三寒寺貝塚の縄文人の核 DNA の解読に成功しました。様々な人類集団の DNA と比較したところ、中国人やベトナム人などがお互い遺伝的に近い関係にあったのに対し、三寒寺貝塚の縄文人はこれらの集団から大きくかけ離れていたのです。斉藤教授は、縄文人は海沿いのルートから日本に到達したと考えられますが、縄文人の祖先がどこで生まれ、どうやって日本列島にたどり着いたのか全くわかりませんと言います。オアスペは科学的な事実とも奇妙な符号を見せているのです。もしかすると皆さんの中にも異品の人たちが持っていた霊的な能力が眠っているのかもしれません。児童書記によって記されたオアスペは出版当時も大きな注目を集め、ジョン・ニューブローのもとには創造主ジェホビを信奉する人たちが集まってきます。そこでジョンはオアスペでつながった人たちや孤児を集めて生活するための集落シャラムコロニーの建設に着手しました。しかしジョンがシャラムコロニーの完成を見届けることはありませんでした。1891年にインフルエンザが悪化してしまい、志半ばで亡くなってしまったのです。ちょうどジョンが亡くなった頃と時を同じくして、遠く離れた日本でも一人の男性が知られざる宇宙の成り立ちや日本人のルーツに迫っています。男性の名前は竹内清麿。越中富山の竹内家の養子として育てられた清麿は、1893年に祖父から竹内家に代々伝わると言われる古い資料を譲り受けます。漢字が日本に伝来するよりも前に使われていたとされる文字、神代文字で記された文書や漢字とカタカナ混じりの文で訳された写本には次のような内容が記されていました。神武天皇より以前に26朝1168代の神が天皇として世界に君臨した。2000億年前に王子が世界に散らばり、世界の五色人、貴人、赤人、青人、白人、黒人の祖先となった。モーゼやイエス、キリスト、釈迦など世界の名だたる偉人たちは皆日本を訪れて学び、それを国に持ち帰り教えを広めた。竹内清麿が1910年頃に信仰宗教天津教を開き、祖父から譲り受けた秘伝の聖典を一般に公開。荒唐無稽にも思えるこれらは竹内文書と呼ばれ、大きな反響を呼びました。そして竹内文書に書かれた歴史を信じる人たちが竹内清麿のもとに集まり、天津教の信者数は右肩上がりに増加。1929年には茨城、福島、東京、千葉などで信者数1万数千人を要するほどになりました。しかし徐々に警察当局などからの締め付けが強まっていき、1936年に竹内清麿は不敬罪などの容疑で逮捕。竹内文書は押収されてしまいます。1944年に竹内清麿は無罪となりましたが、押収された竹内文書の多くは1945年の東京大空襲によって消失してしまったのです。ちょうど同時代にアメリカと日本で公開され、人々の注目を集めたオアスペと竹内文書には多くの共通点があります。神々が宇宙船に乗って地球へやってくること、降臨した場所が日本の位置である点、オアスペに書かれた歴代の地球担当神の数と竹内文書に書かれた神々の時代の天皇の数が25で一致。
オアスペでパン大陸が沈没したのと同じように、竹の内文書の中でも日本と地続きであったとされる謎の国ミオイとタミアラが沈没しています。両方を読み比べると物語だけでなく場所や名称などほとんど同じものと思えるほど酷似している点が多いのです。さらにもう一冊、オアスペとの共通点が指摘されている日本の書物が存在しています。それが第二次世界大戦末期に発表された書物、日月神事です。日月神事は画家で神道研究家の岡本天明が高級神霊からの神事を受け自動書記で記述したとされる書物。漢数字や独特の記号、仮名文字が混じった文体で構成され、その難解さから初期した岡本天明自身もほとんど読むことができなかったほど。2288レ12本8レの92の間90の後からをあら8す47レル。文章と言えるのかも不明瞭なこのお告げは、解読すると次のように読めると言います。富士は晴れたり、日本晴れ、神の国の誠の神の力を表す世となれる。仲間の進展研究家や霊能力者の協力を得て、日月神事は徐々に解読が進み、岡本天明が1963年に亡くなった後も妻が引き継ぎました。現在では大部分が解読されています。日月神事の内容も多岐にわたるのですが、予言書として戦時中に日本の敗戦を言い当てていたことでも知られています。日本の国は一度は潰れたようになるのぞ、一度は神も仏もないものと皆が思うようが来るのぞ、いよいよ戦晴れしくなりて、食うものもなく何もなくなり、住むところもなくなったら行くところなくなるぞ、メリカキリスは花道で味方と思うた国々も一つになりて攻めてきたる、北から攻めてくる時がこの世の終わり始めなり。戦争が進むにつれて日本は追い詰められ、終戦を迎える頃には焼け野原が広がっているのを岡本天明は自動書記によって言い当てていたのです。つい最近では日月神事が新型ウイルスを予言していたのではないかとも話題になりました。例えば敗戦を超える世の建て替えは2020年前後という予言めいた記述があったのですが、2020年といえばパンデミックで世界中がパニックに陥ったとし、また世の建て替えは567で始まるという記述もあるのですが、まさに567はコロナを指しているとも読めます。 SNS ではこのような日月神事の予言に関する投稿がバズったことで再び脚光を浴び、スピリチュアル界隈での注目度が高まっています。150年も前、アメリカで書かれたスピリチュアリズムの名著オアスペと類似点の多い日本の竹内文書と日月神事、ある人にとっては宇宙の真理、人類のルーツに迫るバイブル、しかしある人にとっては読む価値もない義書かもしれません。かつて父ジェホビの言葉は遺品の部族と共にあったが、機密にされ封印されていた。父の言葉は全ての人類史を救済するために種子として準備されたある民族と共に秘密にして封印する以外には地球で守ることができなかっただろう。オアスペ第20章36節。オアスペにはこの世界に宗教や宗派がある限り争いはなくならないと書かれています。対して日本に根付く神道の信仰対象は八百万の神です。これは水や太陽、風などあらゆるものに神が宿るという考え方で、自然に存在するすべてのものを敬うため、他宗教と争いの火種になる唯一神は存在しません。すべてのことは一つの目的のためにある。それは誰かを褒めたり賛美することではない。世界のすべての国と民族に適した普遍的な平和、愛、調和、そしてコスモンの体系を人間にもたらすことである。コスモンとは霊感と霊的知識、五感と物質的知識がバランスが取れるようになる時代のこと。すべてに畏敬の念を持つ日本の心、遺品の末裔の精神が世界の手本となる時代が来るのかもしれません。あなたはどう考えますか？